皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは口コミが得意な女性を取り込む拡散力が大きいラインアット、企業女性が、使える活用事例ということについてお話をしたいと思います。ラインアットいかがでしょうかね。皆さん使われてる方も多いのかな。 LINE っていうのはもちろん使われてる方多いと思うんですけどね。アットの方はまあこういうアットのこっちのマークの方ですね。あの LINE もまあこっちの隣にありますけれども、私実はですね LINE って使ったことがない人だったんですよ。 LINE アットを使うために LINE をやった人っていうちょっと変わってる人ですね。世の中的になんかこう皆さんがそれこそそうだな、携帯メールとかで気軽にやり取りを取ってるっていうのから LINE に変わってった時とかでも LINE 使ってない人だったんです。まあそんなに頻繁にプライベートではやり取りする必要がないと思っていたし、グループ機能っていうのがそのグループにさせられちゃったことが1回あってですね、まあ、アカウントを取って、でその時に1人の人が発言すると当然それが全員に行くじゃないですか。あれはあれでいいんですけど、私忙しくって仕事に忙しくってちょっと目を離してるといきなり未読が60何件とかになってて、なんだとか思うとスタンプ1個送ってもなんか何かをやったっていうことになってるんですよね。だからそれはちょっととか思って離れてたんです。いやこのコミュニケーションちょっとしんどいぞとか思って、で LINE アットっていうのが、まあ、出てきて、どうやら集客に使えるらしいということで、私のコンサルタントが先にそれに取り組んでいたんですけど、こういうふうに成果が出せるような感じなイメージがあるから高橋さんもやった方がいいよって言われて、私のコンサルタントが言うのであれば当然私は取り組むっていう、あそうですかっていう感じで、もうそこで理解したのでアカウントをすぐ作成して LINE のマニュアルLINE アットのマニュアルバーッと読んで、それでまあもともと私メルマガを先にやっていた人だったんで、どういうふうに LINE アットって動くのかなっていうのを見なきゃいけなかったので、私のメルマガ読者3000人ぐらいいたのかな、そのうちの250人ぐらいかな、こうキャンペーンこんな PDF プレゼントみたいな感じでやって、初日で250人くらい集めたのかな、キャンペーンで。なのでもともと持ってるとガバッと入るので、そこでいろいろ見ていくっていうのは非常に面白い成果と効果を見ることができますね。なのでやってみて、あなるほど LINE アットってこういうところがいいよねって自分自身が思っているところと、あと今 LINE アットコンサルタントとかですね LINE アットなんちゃらとか、まあいろいろな見解でいろいろな形で使われている方がいらっしゃるので、どの使い方が正解っていうわけじゃないんですけれども、私は私なりきに、まあ、こういう使い方がいいんじゃないのかな、まあ、教室集客の場合とかですね、まあ、店舗もそうなんですけど思っているやり方だから、また今は LINE アットはなんていうのかな、導入期っていうか、まあ、だんだん成熟期に向かっていってるわけなんですけど、そういう状態なんで皆さんご自身が新しい使い方をどんどん探しながらチャレンジしていっていただけるといいかなと思うんで、今日はそんな解説を、企業女性が使うならこういう活用がいいんじゃないですかっていうことからお話をしてみたいと思います。はい、では本題に入ります。まずですね LINE と LINE アットですね、LINE はまあ個人用で主に使っていくもので、よく普通の方皆さんね使ってる方、私は使ってないし未だに笑っちゃうんですけど LINE の使い方いまいちよく分かってないんですよ。 LINE アットは使えるんですけどねまあ、LINE があります。でそれは個人ベースで使っていく、でアットの方はどちらかというと企業ベースみたいな形なんで、個人事業主の方とか大手企業さんとかもいろいろあります。で金額プランとかもまた途中で値段が変わるようなんですが、私が入った当時は3パターンあってっていうことで、無料プランと5000円と2万円だったかな確かっていうのがあって、私は5000円のプランに入っているんですけれども、いろいろと使い手があって、またメルマガとは違った感覚で使えるなっていうのを非常に実感しているんですね。でメルマガよりもですね、向こうの側のクライアントさんとの関係が近いなっていうのが印象として
LINE アットの場合はあります。多分それを支えている一番大きな要因っていうのが、一対一トークと言われるプライベートルームを作ることができて、そこでこうやり取りができるわけですよね。今私が600何人700人弱かぐらいなんですけれども、そのトークですね、プライベートのトークっていうのが実際にこうかなり親密な感じで、まあ、私も見つけたら結構その場で処理していくタイプなので、難しい案件でない限りはどんどん返信していくんですよね。そうするとやはり相手の方は速度感で喜ばれるので、メールでこういつ開封していつ読んでんだろうっていうのがわからないよりは、まあいい面と悪い面はありますけれどもね、既読がつくっていうのは向こうにとって読んだんだっていうのは分かると思うんで、そういう安心感はあるのはいいんじゃないかなと思って、でちょっとこう、プライベートな感じの話とか、それ、相談事、コンサルタントとしての相談事ですよっていうのも、気軽に一応問い合わせってことで LINE を開放してますので、そういうなんていうんですかね、私とクライアントさんの距離がすごく近くなるツール、連絡手段のツールですね。電話ほどこうかしこまってするほどじゃないけど、ちょっと聞いてみたい、返事は今すぐじゃなくてもなっていう、そういう時に使うのに LINE はすごく便利なんじゃないかなっていうふうに思いますね。だからビジネスで多分使い手が一番あるのは1対1トークっていう、この機能がメルマガとは違って即時性とこうレスポンスを早く答えていくような形でお付き合いするには非常にいいモードなんじゃないのかなっていうふうに思ったりしています。で、1対1のトークも、もちろんそれはそれで使いではあるんですけれども、メッセージがですね、その友達っていう、形の、その相手の方が1回でもこうコンタクトを取ってくれてるような方とか、それ以外の方ももちろんあるんですけれども、一斉配信でメッセージを送ることができる3メッセージまでですね。私の場合にはだいたい写真、何か近況報告をするための1個写真があって、500文字500文字まで打てるんで、写真500文字以内みたいなのが多いかな。あとは写真500文字動画とか、写真、テキストっていう場合とかもあるんですけど、写真が一番上に来るのは私の運営の仕方になるんですけどもね。でメッセージで送ったものが、一般の部分でも見てもらえるようにということで、ホームっていうタイムラインがあるんですけど、そちらの方にも同じ投稿を上げてるので、後から入会した方とかでもホームを見てバックナンバーを追ってもらえれば、私がどういうコミュニケーションを皆さんに発信してやっているのかっていうのは見ていただけるような状態にはなっています。なのでメッセージ、一斉メッセージ配信の機能っていうのもいいよねっていうふうに思ったりとかしますね。あとは、店舗の方だとクーポンとか発行できたり、そうですね、本来であれば DM を送ったりとか何したりっていうところ、クーポンを発行したりして、それによって来てもらってっていうことが気軽にできるようになったっていうのは非常にいいなと思いますし、あとはですね、アンケート機能とか、アンケートとかも取ることができるんです。私アンケートとかも取るんですけど、本当にベタに言葉で取っちゃったり、こう投票制みたいな形ので使ってないであれなんですけれども、アンケートとか取るのもすごいね、皆さんレスポンスが早くて助かります。以前に取ったアンケートは AB とか ABC レベルとかのは取りやすいですね。電子書籍のレシピ本を発刊することになって、私自身が表紙を、迷ってしまったのがあるんですよ。どっちもよくて、A と B どっちが皆さん冬のレシピだったら表紙買いしたくなりますかみたいな、答えてくださった方は無料ダウンロードキャンペーンご招待みたいなね感じでやって、集めて1日でちょっとみんなの反応を聞きたいかなと思って流したんですよ。そしたら44人答えてくれたんですけど、22対22だったんですよ。だから私どっちかにすごく寄ったらそっちの表紙だなって確信してそっちに行く予定だったんですけど、半分かとか思って迷いが深まったぞとか思って、結局どうしたかっていうと、私がちょびっとだけ好きな方だった表紙にして発刊しましたけどね。はい、
なんかそういうこうワイワイってこうみんなを巻き込みながら聞いていくことができるとか、あと即時性の高いようなイベントとかですね、私のセミナーとかは割と私自身が先の予定を先に先に組むので、例えば今2月ですけど、7月のセミナーとか10月の分とか今考え始めている状態だったりする動きをしてるんですが、それをこうお伝えする上で、まあ、近々のものとか、例えば一席空きましたとかいうのがね、たまたまあったら、まあ、そういうのを使うのも、みんな即時性が高いので、そういう使い方とか、店舗とかだといいですよね。タイムセール、雨の日タイムセールとか そういう、その外の事情とか、状態に合わせてなんかキャンペーン打ったりとかできるっていう、これちょっとメルマガとは雰囲気また違う内容になってますけどね。そういうものがね、非常にいいなと思うのと、あとショップカードっていうのがあって、お財布の中にポイントカードめっちゃたまるじゃないですか。あれがこのスマホベースで訪れて、そのコードをもらうとスタンプピン押してもらうみたいな感じのことができるので、スマホ今持ち歩かない人ほとんどいないので、スタンプカードとかも非常にショップカードかいいなというふうに思う機能ですね。まあ、だから LINE アットを使っていくと、一番のメリットはお客様との距離が近くなって、即時性の高いようなものでお知らせをしていくことができるっていうイメージですね。なので、まあ、あまりにもこう何か買ってください買ってくださいが多いと、ちょっと嫌がられるところはあるんでしょうけど、私もたまにセミナーの案内はしますが、まあ、新刊の発売のご案内、本とかですね、ご案内したりとか、あと個人的に自分が出張で行った先、この間だと神戸ルミナリエとか、夜景が好きなので ルミナリエ素敵でしたみたいな感じで、撮った写真と一緒にあげて、でルミナリエに興味が、ね、ある方、今年はこんな感じなんですね、私も行こうかなとかいうコメントくださったりとか、なんかちょっとこう美味しいお店で感激したお店とかの情報とか、まあ、それはプライベートベースなんですけど、流していくと、あ、こういうところあったんですね、私も今度行こうみたいなことが書かれていたりとか、もちろんコンサルタントとしての情報提供はしています。動画とともに、こういうサイトを作りました、皆さんに参考になると思うので読んでみてくださいみたいなのもありますしね。まあ、要はファン化っていう感じで、しかも近い1対1トークでパッと聞けるので、その手軽さが LINE アットの最大の魅力かなというふうに思っています。で、その時に親和性、相性がいいのが YouTube です。動画です。LINE そのものでも動画は撮れるんですけれども、ちゃんとアップしておくとゆっくり見れるし、長時間の長い動画とかも撮っていけるので、YouTube にアップしたのを LINE に貼り付けるっていうのは、何かをお伝えするっていう意味で非常にいいことかなっていうふうに思っているので、 YouTube 動画が作れる人は LINE アットと組み合わせるとさらに効果が高まるなというイメージがあります。私の LINE アットのタイムライン、ホームのとこ見てもらえれば分かるんですけど、かなりこう前にホームのとこ遡ってもらうと、LINE アットの活用についての動画10本、十何本かな、こういうふうに活用するといいですよっていう活用事例をですね、お話ししている動画があると思います、出だしの方に。そんなのも使っていただきながら LINE アットを活用していただくといいかなというふうに思いますね。じゃあ LINE アットとメルマガ何が違うのっていう話なんですけど、私は両方使ってます。そして、重きを今の段階でですけどね、私が重きを置いてるのは教育型と言われる形で運用ができる、メルマガの中のステップメール、これが基本今のところ最強だなっていうふうに思ってます。で、LINE アットでステップメールができるようになるとまたちょっと違うかなっていうのは思ってますけどね。メルマガはじっくりゆっくり読んでもらう方のためにあって、まあ、文章も長文も OK ですしね、配信する文章とかも、いろんな画像とかも入れ込みながらたくさん文字を打っていけるので、まあ、そこはやっぱメルマガは伝えたいものを100%伝えきるっていうやり方的にはグッドな感じだなって思っているので、長期戦としっかり読みたい人向けがメルマガですね。LINE はライトな感じでつながる、でちょっと聞きたいんだけどみたいな、ちょっとっていう、こう距離感が近い付き合いをしたい方は LINE でつながっておく。だから両方でもちろん私の読者さんもつながってる人多いです。じっくりしっかり読むのはメルマガ、 LINE はライトな情報が
が流れてくるので、それを捕まえて読む、楽しむ、私に何かを質問するとかね、そういう使い方を使い分けている方いらっしゃるので、両方登録していただくのがいいかなと思うし、私も読者層が両方とも違うっていうのを理解してますので、それに合わせて発信をしていたりとかしています。そして、LINE とメルマガとで言えば、 LINE の方は気軽に登録できる分、解除も非常に気軽にできます。なので、まああまり面白くないなって思ったら人は去っていく感じなので、飽きさせないような形での工夫がいりますね。で、まあ、毎日とか送ると解除の大きな要因になっていくので、3日4日か1週間に1度くらいのライトな感じでも LINE アットは運用していけるので、それでいいと思います。メルマガの方はステップメールとかは1日おきとか毎日とかでも、読みたい人は読みたいので、そういう送り方でいいかなというふうに思ったりとかします。なので LINE と、まあ、LINE アット、まあ、主に仕事で使うんであれば LINE アットですね、そちらは近しい距離感で読者とつながるツールとして使う。メルマガの方は長期的にじっくりゆっくり信頼構築をしていくのに使うっていう、まあ、使い分けを私はしているという感じです。ですので、女性は口コミが得意なので、何か面白い情報、いい情報とかがあったら、その LINE で例えば載ってたよとか言うと、それをまた他の人にね、伝えてってくれて、登録しないよクーポンもらえるとかね、そういうのが上手です、女性は。だから拡散力が非常に大きいなっていうのを、まあ、スマホを持ってるっていう線もありますけどね、スマホ文化に非常にこう適したツールだなって思います。メルマガももちろんスマホで読めるんですけど、 LINE アットの方が手軽に読み物としても読めたりとか、気軽な感じでいろいろなことを見ていくことができるので、やってない方はね、 LINE アットやるのおすすめです。今後はますます需要が上がっていくんじゃないかなと思ってます。今伸びてきている SNS で台頭しているものは、Instagram と LINE アットということで、これがまた非常に普通に流行ってしまうとまた廃れていく時期もあるんでしょうけど、今のところはまだ伸びているツールの一個かなっていう思いますので、ぜひ、そんな特徴を理解しながら取り入れていっていただければいいと思います。それでは。